オンシップ、いわゆるプレーオフを経験しています。さあ3番の清田との対戦、今日は清田、先ほど6回にダメ押し点となるタイムリーヒットを打っています。近藤さん、はい、清田選手6回の2点タイムリーについて、うん、打ったのはストレートです、なんとかダメ押しが欲しかった、うん、おっとこれはその清田の打球は飛んでいってスタンドに入りました。清田クライマックスシリーズ第1号ダメ押し点が入りました。マリンズです。久下さん、その清田の話聞かせてください。はい、またダメ押しをしてしまいましたが、6回もダメ押しが欲しかったので打ててよかったです。はい、インコースのボールに詰まりましたが、しっかりバットが出たのでいいところに落ちてくれましたと振り返っています。その清田この打席もホームラン、このストレートですね。そうですね、もう完全に取りに行ったストレート、まあ打たれても仕方がないようなボールですよね。